ガッシャンガッシャン言ってるよ。よし、今度こそ大丈夫だよ。今日はプラレール E7 系北陸新幹線輝き立体レールセットを紹介するよ。どんなのかな、どんなのかな、どんじゃんじゃんじゃん、パーン。わー、輝きが映ってる。よいしょ。箱には、お、鉄橋をくぐる立体交差がかっこいいぞ。トンネルを通過、駅で停車発車をコントロールできる。わ、すごい。じゃん。あとは中身、北陸新幹線の走ってるところが書いてある。後ろは基本レイアウトと中身の数が書いてあるよ。おお、レイアウト、いろんなレイアウトができるんだね。よし、早速開けてみましょう。どっから開けるのかな。開いたかな。じゃん。よいしょ。これはだいぶ大きいよ。おいしょ、おいしょ、おいしょ。あ、出てきた、出てきた。よいしょ。じゃーん。出てきたよ。早速組み立ててみましょう。あ、見て、ほら、輝きが入ってる。輝きが入ってて、これはこう、じゃん、駅、高架駅も入ってるよ。あとはレール、こっちもレール、レールセット。あとはこれ、レールの、なんだろう、ブロックトンネル、これトンネルだ。あ、こっちにも。よいしょ、ブロックの立橋かな。わ、入ってました。ぐちゃぐちゃになっちゃった。あ、直線レール、これ立体の直線レール入ってる。取れない。はこんな感じで入ってました。見て見て、箱の側面もかっこいい、はい、このね、輝きに電池を入れよう。はい、ここにね、ネジがあるから、ドライバーでネジを開けて、でそうすると、じゃーん、電池を入れるところが出てきた。ここに炭酸電池を、どっち向きかな、これかな、1本でいいのかな、1本、入った。そしてまたかぶせるよ。かぶせてね、ネジをしないと取れちゃうからね。今度は基本レイアウトを作ってみたいと思います。どうやんのかな。まずはゴム、
かものがついてるから、で、こうかな、どうかな、ちょっとずつつないできたよ。よし、完成したぞ。おいしょ、よいしょ。輝きは？輝きはここだよ。あ、来たよ、ガシャン。駅で止まった、もう一回、わー、来た来た、わー、脱線してきちゃった、わー、ガタガタしてる、わー、これは組み方が下手だったかな、頑張れ、あれ、よいしょ、おかしいな、来た来た、ガッシャンガッシャン言ってるよ、よし、今度こそ大丈夫かな、やったね、ちゃんとはめないと変な風に走っちゃうね、もう早い、あー、脱線した、あれー、あー、ここだここだ、ちゃんとはまってないね、事故は起こるべくして起こりました。みんなもちゃんとはめようね。